これ面白いですね。この構造わかりますか？なんかパーテーションで通路が2つに分かれていて、これが立教になってんですよね。はい、 2路線、昔4車線あったらしいんですけど、なんか減ったらしいですね。おお、ここでもやっぱり普通には入れないんだな。東口の看板。はい、皆さんこんにちは。本日は2023年ですね、5月21日になります。はい、ここはですね、新潟県阿賀野市になります。阿賀野市、わけあってですね、阿賀野市に来てですね、バイクで来てですね、この阿賀野市のですね、自動車屋さんがね、バイクをね、点検してくれるってことですね。知り合いの知り合いなんですけど、というわけでですね、こちら帰りは電車、ちょっとね、ヘルメットかぶってた関係で髪の毛がぺったんこなんですけど、JR 水原駅です。こちらからですね、燕三条までこれからね、僕は帰ろうと思うんで、そのね、道中の動画をですね、撮影していこうと思っております。僕はね、その東口っていうのを向こう側の出たところのね、そこの大きな敷地があるんだけどね、山崎パイルっていうね、あのコンクリートの杭を作ってる工場があったんですよ。僕はそこの関連会社のね、トレーラーを昔乗ってた時があるんで、ほぼ毎日のようにね、この工場には来てました。ね、電車にはでも乗ったことないんで、この水原駅はね、僕は初めて入ります。初めて乗ります。水原、なんか昔は多分有人だったんだけど、今は無人の駅らしいですね。行ってみましょう。はい、駅前はですね、タクシー会社があるぐらいかな。お店とかは全然ないですね。大きな看板があります。ようこそ阿賀野市へ。まあ、兵庫なんかがね、あの有名かな。白鳥がね、飛来するところですね。あとは代官所とかもあったりしてね、兵庫とかの動画を過去にね、上げてますんで、ぜひね、過去動画なんかを見ていただけると非常に嬉しく思います。駅に入るとね、窓口、全くの無人じゃないんだね。ほら、いる時間もあるんですね。もういないのかな。何時間、やっぱでもいる時間はあるんだね。切符、券売機があります。チャージができないんだよね。だから、燕三条までの切符を買っていこうかな、普通にね。いくらでしょう、燕三条。680円ですね。これ買ってきましょう。お取り忘れにご注意。待合室はこんな感じですね。空っぽですけれども、まあゆったりと待てる感じですね。はい、本数はね、1時間に1本ないぐらいですね。今から乗るのはこの18時36分に伊豆行きに乗ります。1番線スイカのカードリーダーがあるけれどもですね、切符の場合は特に何かを通すとかいうのはね、ないですね。はい、仕事ではね、しょっちゅう来てた水原ですが、電車に乗るのは初めてなんでね、こういった、まあね、時にはですね、まあせっかくなんで僕はね、日記のような動画ですんでね、ブログというカテゴリーに入ってますんで、ぜひね、あのこういった移動動画なんていうのもね、結構、まあ、過去にもね、たくさん上げてますんでですね、撮っていこうと思います。そして電車がすごく大好きなんでね、ここはね、非電化のそれこそキハとかね、GV とかも来ると思うんですけど、まあ129系も結構来るんでね、まあどれが来るかちょっとお楽しみですね。間もなくですね、あと4分。あれは、おお、GV が来たぜ。いや、GV でもよかった、でも。ね、普段はなかなか乗れないですからね、見ることもあまり少ないんでね。わあ、GVE400 で帰れます。ラッキー。はい、まあ、キハが良かったっちゃキハが良かったけど、まあ、GV もね、好きな電車なんで、はい、GV でございます。これに乗って帰ります。三津行き。行きましょう。はい、水原を後にします。ありがとう、水原。バイバイ。いい音だね。GV 乗りたの良かったな。
たきます、バイク取りに。このね、走り出す時のね、音がたまらないですね。ここは京ガセですね。ここも乗り降りしたことないけれども、多分無人の駅ですね。無人だね。京ガセです。田園風景だね。次は終点ニーズです。ニーズでね、乗り換え結構確か短いんでね、急いで乗り換えます。あれは何橋だったかな、阿賀浦橋かな。さっきね、あの橋バイクで渡ってきたんですよね。すごく大きな橋ですね。川自体は結構ほとんど田んぼだったりするんでね、橋の上でも、川自体はそんなに大きくないのかな。だけど橋はものすごく長いですね。この辺はすごくゆっくり走る区間ですね。このね、わかりますか、音結構えぐい音しますよね。これですね、信濃川になるのかな。大きな川になりますね、割とね。ただこの川の幅のね、何倍もあるね、橋の長さが。あ、これ阿賀野川でした。すみません、阿賀野川ですね。阿賀野川、スピードアップしたな。列車の長岡行き18時54分、5番線からのお車です。5番線みたいですね。新潟行き18時57分、2番線からのお車です。まもなく新潟に到着です。この列車に到着いたしますと、18時56分発、前線線、普通列車の津川行きとなります。普通列車の津川行き、ご利用のお客様は発車までしばらくお待ちください。この列車は18時56分発、磐越西線、普通列車の津川行きです。車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。終点ニーズに到着です。1番線、お出口左側です。ニーズに到着です。ニーズでも遊んできたいぐらいなんだけどね、本当はね。はい、ニーズですね。久しぶりに来ましたね。敷島見に来て以来じゃないかな。結構この辺では大きな駅ですね。 GV400 かっこよかったですね、なかなか面白かった、ありがとう。また GV には乗りに行きます。今度はですね、新津本線に乗ります。5番線ですね。普通列車18時54分長岡行きになりますね。小泉乗ります。今日は日曜日なんだけど、意外と学生さんなんかがいたりするね。そして柴田行きのね、これもまた GV が止まってますね。こちらには柴田行きの GV ですね。こんな感じ。なかなかこの GV もね、本当このいいですよね、雰囲気がね、かっこいいですよね。東京の地下鉄みたいな感じの雰囲気、これ1両でも走ったりするんですよね。CV ですよね、なかなかね。新津駅はね、本当にあの GV がいっぱい止まってますよね、やっぱりね、結構この辺ではでかい駅なんでね、向こうにも止まってるし。え、あれなんだ、あれなんだ、あれなんだっけ。これほら、磐越物語のね、客車だね。こんな感じだったっけ。なんか久々に見たけど SL はいないね。なぜかあんな車両あった、オハって言うんだ。これまたね、走りますからね、まもなくね。ずっと休止してたんだけどね、これ乗りに行きたいですね。 SL はね、連結されてないけど、こっち側に着くのかな、多分、もしかしたらね。磐越物語エクスプレスって書いてあるね。あれ、こんな雰囲気だったかな。今年なんとかね、乗りに行きたいなと思っております。この磐越物語に会えると思わなかったね。1999年から走ってるね。僕乗ったことないからね、まだね、これね。いやー、ぜひ
ね、今年なんとか乗りに行きたいですね。会津若松と新津間、まもなくね走りますよこれ。これまだ他の客車がつながるよね。もっと長かったと思うんでね、うん、中途半端なところから切り離されてるね。そして間もなく僕が乗るね信越本線来ますね。129系が絶対来ますんでね、特にまあ、いつものやつが来る感じではありますけどもね。これでね東三条まで行きますよ。あれがね磐越物語が止まるね駅にある駅表になりますね。なんか古い文字で書いてある感じのね新津駅の看板です。129系、こいつに乗ります。2両か4両かな。これで東三条まで行きますよ。なかなかね新津の駅っていうのはねやっぱり大きくて電車もたくさん見れて面白いですね。また GV がいますね。やっぱこれが今主流だからキハを全然見れなかったのはちょっと寂しいですけどね。1台ぐらいいるかなと思ったんだけどやっぱり GV ばっかりだね今はね。非電化の線もありがとう。新津駅バイバイ。そこ総合車両製作所ですね。あそこね J トレックっていうやつ電車を作ってる工場になりますね。ですね、ここもね結構でっかい駅ですねこの辺の中ではね、乗り降りは全然したことないですけどね。東三条に到着ですね。多分同じホームから弥彦線に乗れるんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとこの電車遅れたんでね結構ギリギリですね。2分ぐらいしかない。0番線ですね。てか全然時間ないね。もうやばいです。1分前ぐらい待っててくれんのかなこれ。今乗ってきた電車が遅れたから仕方ないんだけど全然違うホームでしたね。びっくり。結構歩く。25分あと50秒ぐらいしかないよ。マジか。驚きますね。いや日曜日のあの129系新津温泉ありがとうなんだけど遅れるんだね。びっくり。ちょっと急げ急げ。やばい。待っててくれんのかな。はい、なんとか待ち。これほら弥彦線なんだけど越後線に乗り入れなんですね。こいつに乗ります。なんとか間に合った。びっくり。乗り換え本当に2分ぐらいしかなかった。めっちゃですね。全然待ってくれるんだね。みんながね乗るのをね待ってました。走らなくてもよかった。北三条ですね。これも乗り降りはしたことない駅ですね。三条に到着です、はい、ここからはねもうどうにもなんないんでね、まあ家族に迎えに来てもらいますけれども、はい、129系、まあ、とても乗り心地が良かったです。2両編成ですね。ありがとう、はい、途中からもう暗くなっちゃったんでね、途中の駅とか取れなかったんですけど、まあ、とりあえずなんとか無事にですね水原から燕三条まで680円の区間ね、乗ってこれました。はいね、まあ、非常になかなかね楽しい旅でした。 GV にも乗れたしね。キハ見れなかったのはちょっと残念ですけれどもね。はい、まあ、ここまでになります。まあ、とりあえずね、まあ、改札出るところまで、まあ、撮ってきましょうか。なんかでも本当にあのホームがね一本なんですね。一本単線ってやつですね。結構も寂しいっちゃ寂しいですけどね弥彦線ねこれね、うん、かつてはねまあ、去年一昨年ぐらいまでか115系が走ってたんですよねここをね、うん、
今129系しか来ないのが非常にまあ寂しいですけどね。はい、ではつばめ三条の駅出ます。ここはなんでこういうフッズの作りになってるんだろうね。あれはそこにでもなんかあるのか。はい、そしてこんな感じになってますね。これね、どっちもスロープなんだけどね。まあこっちは多分車椅子とか用なのかな、多分。いや、それともなんか行く人と来る人とかなんか一方通行だったりするのかちょっとよくわかんないけど、両方ともねスロープなんですよね。これがね JR 燕三条ね弥彦線のホームに向かうね通路でございます。切符はねこれも完全に無人なんでね、うん、そこに切符入れていけばいい感じなのかな。はい、ここにねスイカのね残高がなかったんでねどうしようもなかったんだけどね、今回はね切符、紙の切符をね現金で購入してね戻ってまいりました。改札を出てくるとね結構ねガラーンと広い空間になりますね。ここはまあ地場産センターみたいなね、こう地場産業のねまあ物が売ってたりお土産物がね売ってたりするようなね場所でございます。燕三条のねなんていうのウィングっていうのか、あとはこのね弥彦の大鳥居をね、まあ、小さくした模型がですね置いてあります。かつてはそこにねあの立ち食いそばがあったんだけどねなくなっちゃったんですよね。非常に寂しいですね。はい、そして、まあお店はとりあえずニューデイズだけになりますね。コンビニですね、お土産物なんかも売ってるニューデイズになりますね。そしてまあこの地場産業品みたいなものがですね金属加工が有名なんでねいろんなものがこう、ね、展示されてて見れるんですよね。非常にまあ、これ面白いですね。こういうの見ねこういう工芸品というかこうなかなかいいですよね見るのもね、うん、非常に面白いです。金属加工本当にあの食器とかが有名なんでねもう全国的世界的に有名な、ね、ものだったりしますね。非常にクオリティが高いものですよ、うん、こういうのもねこんなの前あったかな、めっちゃ綺麗だね高橋庄司さんの、ね、品物ですね。すごいですよね。でこのねショーケースがねそうだね4カ所ぐらいにあるのかな。非常にこれ見てて楽しいですね、うん、これなんかも本当にまあすごいキラキラしててね素晴らしい、ね、商品でございますね。そうそうこのねタンブラーなんかも有名なんですよね。すごいんですよこれね、ほんと8000円とかしますからねこれね。そしてこちらがね上越新幹線の改札口になりますね。今はね、まあ、この辺の、幼稚園の、ね、方が描いた塗り絵なんかがね展示されてますね。新幹線でどっか遠くまで行きたいなっていう思いはありますね。旅行に行きたいってとこだな。いかがだったでしょうか。まあいかがも何もですけど本当はねもともと家から水原にねまでバイクで行って、でそのバイクのね点検をするためにバイクを置いてきて帰りの道中なんですけれども、そのねバイクで水原に行く時のね映像から本当は載せたかったんですけどあまりにも尺が長くなってしまうんで、とりあえずですね水原駅から燕三条に来るというですね移動動画、なんでもない移動動画ですけども、なかなか僕はねあの鉄道が非常に好きなもんでですね非常にまあ楽しいちょっとした、ね、小旅行でございました。はい、というわけで、まあ、こういったとねあの移動動画はね過去にもたくさん上げてますんで、ぜひねこういった動画もね見ていただけると非常に嬉しく思います。はい、というわけでぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなどぜひ入れていただけると非常に嬉しく思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。